のちゃん、はいね、来た、おいでって人は来る猫なんだよね。うん、ただいま。見えてたの。待ってたのね。はいね。かわいい。出てくるの待ってたもんね。ゴロゴロ言ってる。よいしょ、うん、かわいい。ゴロゴロ言ってる。聞こえる？ゴロゴロ音。なんて言ったんだよね。入ってくるのね。なんかさ、帰ってきて猫ちゃんってスリスリしてくるんですよ、帰ると。でその時に構うのあんま良くないって言うんだけど、もうこんな可愛いから当たり前に構えちゃう。え、全然少しじゃないよ、いっぱいお話できて嬉しかったよ。おう。かわいいだね。お洋服かわいいのになんかいろいろ開いてる。ほぼ半袖みたいな。実はめっちゃ可愛い、なんか後ろのゴルフバッグじゃない、ギターです、ギターお仕事の。え、そうなの、トレーナーみたいに見えるけどね、可愛い。隣にトロロがいて撫でております。なんかちょっと触っていらっしゃる私に。かわいい。2ヶ月ぐらい美容室行ってないから一旦ちょっと整えに行こうと思ってる。顔周りが伸びちゃってさ、使いにくいんだよね。じゃ落ちるよ、あなたこっちにおいで。そうそう、こうなんかパンこねてるの、なんか
ふわふわすぎて全然短毛じゃない。背中のあたりとか長さはあんま変えずにしようかなって思ってる。お前トロロなでて何もできない。あーかわいい。食べれちゃう、かわいい。はい、ちょっとだよ。俺の推しですよ。いい推しの日だって今日は。かわいいね。もう鬼のようにゴロゴロ言ってる。嬉しいな。帰ってきて嬉しいね。今日一日ね、いなかったもんね。マジでかわいい。赤ちゃんすぎる。ゴロゴロ言いまくり。かわいい赤ちゃん。首を変えた。赤だったよね。ピンクいいな。うん。突然。痛い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 。突然の髪タイム。マジで何なんだろうこのスイッチ。でもね、きなこもやるらしくて。ちょっと待って、何だろうってちょっと。やめてね。やめて。やばい、噛まれてる。普通にシンプルに。どうしたの急に。キュートアグレッションみたいなやつ。あーやば。うん、もうええって、もうええってみたいな。そういうわけじゃなさそうだね。いてててててて、本髪じゃないんだよね。マジ肌噛まれると困るけど。猫って好きすぎると噛まれちゃう。本当にそういうこと。よくないよ、トリちゃん。神神はよくないって言ってるでしょ。ああ、ああ、痛い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 よ。おかしいよ急に。遊びたいモードですね。で、あ、痛い痛い痛い。マジで気分や、気分やどころじゃない。本当に気分みたいな、人生気分みたいなね、生き方してらっしゃる。前髪さあ、しくってるんだよね。なんかここら辺に短い毛があるの。ちょっとやらかしました。ほら、なんかガッタガタ。自分で切ったら失敗。最悪、ミスりすぎてる。
普通にしてたからボサボサなんだ。ほどいたから、ね、よいしょー。座りました。ふてくされてますけど、ちょっとなんかめっちゃ顔が顔がやんのか猫すぎる。急にやんのか猫。マジでこの前髪切りすぎたの結構ショック。沖縄までに伸びるわけないかな。ワンチャンちょっと伸びる。顔すごい、でも長さめっちゃいいんだよな。自分で切ったら何歳ですか。ボットがいる。21です。多分カレー作ったよ。もう食べた。3日ぐらいカレー食べた。辛口にしたよ。猫は1歳と11ヶ月かな。ねえ、連投嫌だ。連投 NG ですよ。コメントできなくしちゃうよ。人間で言うとは分からない。ネットで調べたら出てくると思う。2歳と11ヶ月のネクちゃんは人間で言うと何歳ですかって。まだよ年上のはずも。悪いな悪い。遊ばれてる。目が光ってるね。なんでだろう。ひらひらしてるというか
めっちゃ空いてる。めっちゃ空いてます。最近なっちゃんとさ仕事一緒なこと多いんだよね。明日もねノイノイなっちゃんと。なっちゃんとのコンビね。なんだ。まえちゃんと、まあ、基本みんな一緒の仕事で、何人かの仕事があるけど、まあ一緒にならないメンバーはいないよ。みんな同じ、なんかこう短期間に重なるかどうかって感じじゃない？最近はなっちゃんとの仕事がなんか連ちゃんだなみたいな感じ。ちょっとなんかちょっと浅い汁が食べたいけど、噛むから、なんで噛む人にさヨーグルトあげなきゃいけないの。ガッちゃんダメだよね。噛んでダメなのに、噛んでるのになんでヨーグルトがもらえると思うんですか。ペットボトル捨てないとペットボトルのゴミがなんかめっちゃある。よいしょ。マジ前髪が長さがこんな違うとこうやってバラバラしてきちゃって困る。こことか一番長くあってほしいのに。なんかさ絶対カバンのどっかにあるのに櫛どっか行っちゃってさめっちゃ困ってる。どっかに入れっぱなしなんだよ。よいしょ。
んでだろう。違うね、折りたたみの櫛がなくて。ポーチに入れて管理してた場所だったのに、絶対どっかにもある気がするんですよね。こういうとこに入れちゃった。これセットアップじゃないよ、この服。超しんどいんよね。ないな。どこやったんだ私は。セットアップみたい。かわいいでしょ。ないですわ。ないですの。本当にないポーチの中に。なんでないんだ。困る。困っちゃう。お気に入りの櫛どっかやった。ショックですわ。ないわ。いやー、どっかにある気がしちゃうんだよね。なんかそんななくし、外でなくした感じがしない。
ラノーラもいいやつを買ってみました。うまいやつ。少なめにしたバナナとかなくして、よいしょ、じゃん。野菜はこんな感じ。うん、自家製の野菜です。おいしい。天才的なアサイ。トロロは水飲んでる。美味しかった。顎に水ついてる。全然あのカップの中入ってなかった。みんなちょっとだけ食べたかっただけ。寒くなっちゃうんだよね、野菜食べると。この時期でも今こたつを買っのこの布団、こたつ布団を新調して、それが届くのを待ってる段階なので、届いたら温まれる。とろろが出てこなくなりそう、そっから。いや、常に使ってる、今使ってる机がこたつ机なんだよね。
そうだ、ストーリー載せようと思ってたんだ。載せまーす。ストーリーに載せた。ストーリー載せました。似てるよね、ストーリーの顔。似てるでしょ。マップして、ハロー。あ、尻尾、尻尾だけ出ちゃってる。ルンルンで出ちゃってる。めっちゃ動いてる。かわいい。糸落ち、糸落ち猫ちゃん。ルンルンしてた。かわいいね。ユダの方が全然大きいよ。ね、寒くない？暖房軽くついてんのに寒い。めっちゃ寒い。困ってる、寒すぎて。沖縄はでも暑いらしいよ。半袖でいいって言ってた。プル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 寒くて震えちゃうわ。プル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 。毛布洗濯したんだよね。
ありがとうね。ツーショット待ってるよ。そう、羽織物だけでいいらしい。暑いぐらいだったよ、半袖で。マジ前髪 NG なんだけど。もう一回マーク。前髪でギシ、真ん中でギシッくり巻いてる。気にならない。前髪 NG チャンネル。でももう美容室行くまでいじらないって決めた。いやマジで長さ違うの見て、ほらこんなにジャキジャキなの。めっちゃ巻いてみた。ではないのでちょっと伸ばします。あ、どう？ちょっとマシ？そんなことない。どや、さっきよりマシかな。あれ食べたい、ハンバーガー。沖縄にしかないハンバーガー食べよう。よきよき。 A&W。 ちょっと回復した前髪、真ん中だけ巻いた。失礼しますね。おかえり。鼻垂れてるね。鼻水垂れてますね。うん。うん。やめろなって。どう？4人かな？キツネまでタワー読みます。まずはコウイチ、ありがとう。コウイチ今日もお仕事終わりに駆けつけてくれて嬉しい。
縄のお土産話待ってて、今度のお話し会で話すわ。これしたよ、何食べたよって。待ってて、楽しみにしてて。嬉しい。なんか今日めっちゃ光一が喋ってくれて嬉しかった。いつも花がめっちゃおしゃべりしちゃうから、喋ってくれるのも嬉しい。ありがとう。ギターはかっこいい姿を見せられるように頑張ります。緊張してるから早口。緊張、まだ緊張してるの？こいつしないでよしなくていいのに。まあなんかしてくれるのもね、なんか好きだからかなって。嬉しいけど、ありがとう。いっぱい11月会えるイベントだったりとか話せるイベントたくさんあるから楽しみにしてるよ。ありがとね、いつも。ツーショットまで頑張って。楽しみにしてる、一緒にツーショットできるの待ってるね。ありがとね、こういち。ありがとう、ありがとう。頑張ります。続きまして、かっちゃん。あ、バースデーガール。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、リアカちゃん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとう。夜ご飯何にした？ハンバーグ？お寿司？どっち？どっちの気分だった？おめでとうだよ。今年もお祝いできて嬉しい。とっても。いやー、そう、揚げチーズコのお店がさ、覚えてないんだよね。 Google フォトを遡ったらあるかも。去年の2月。去年じゃないか、今年の2月。あ、これこれ、あったあった。沖縄居酒屋ダチビンってところ。ダクビンでダチビン。東京にもあるの、高円寺に。チェーン店なのかな、沖縄の。もう沖縄にある。おすすめ、美味しかった。嬉しい。はなちゃんを感じに行って美味しかったから、めっちゃありがとうね、かっちゃん。ありがとう、お誕生日おめでとう。今日も一日ありがとう。はなちゃんが素敵な一年にしてあげるありがとう。続きまして、かずきだ。かずき、今日もありがとね、かずき。私髪が長い方、今長いよね、巻いてる、前髪巻いてる、好きって思ったよ。嬉しい。のゆみかもね、見つけたよ、ちゃんと。
ありがとな。嬉しい、いつも来てくれて。いつも待ってるから。嬉しいな。ありがとう、楽しいって言ってくれて。お話できるの嬉しい。花がいっぱい喋っちゃうけど、いつも。ありがとう、花ちゃんのお話いっぱい聞いてくれて。よいしょ。え、そう、今日いい推しの日だって花もでも教えてもらった。いい推しですか、花ちゃん。感謝してます。本当ですか、花も感謝してます。ありがとう、いつもラブですよ。いつでも話しに来てね、待ってるだよ。いつもたくさんありがとう。愛たっぷりだね。最高の推しやった。これからも最高の推しでいさせて。ありがとう、いつもありがとう。カカオもたくさんお話ししてライブで見つけさせてね。ありがとう。続きまして、キツネだ。キツネ久しぶり、ありがとう、ありがとう。キツネねえ、久々だね。嬉しい、来てくれて。久々に、このなんかこのキツネのキャラクター、これサンリオのやつだよね。なっちゃんが好きなやつ、アグレッシブみたいな。お仕事だったのか。お疲れ様、頑張って。偉いよ、めちゃめちゃ偉いです。嬉しい、今日来てくれたんだね。待ってたよ。え、これサンリオじゃないっけ、違うっけ。可愛いからこれ買ったのね。可愛いよ。キツネ、キツネ好きなの。なんで来てねっていうのか、今度教えに来て、花に知りたい。嬉しい、たまにこうやってショールームの時に来てくれるの。キツネがお仕事じゃない時間にタイミングにできるようにもするわ。わかんないけど、いつがお仕事か、ランダムですけども。できたらいいな。え、待ってるね。楽しかった、嬉しい、ありがとう。大感謝でした。大暴れのイミーちゃん。いろいろした。森本さんが面白すぎて楽しかった。ありがとうね、キチュネ。またすぐ会いたいな。お茶屋に来てね。ありがとう、ありがとうわ。続きまして、シオンね、当ててくれてありがとう。シャーン、ありがとうわ。シャンタン、シャンタン、ショー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 。なんかさ、充電できてない、なんで。こちらこそ、あれ楽しかった、花と話して嬉しかった、楽しかった。嬉しいよ、いつもありがとな。超幸せの推しでし、推しの看板、超幸せの推しの日だった。嬉しい、そう言ってくれて。花もたくさん嬉しい言葉もらって、嬉しいってなった。幸せたくさんくれてありがとう。え、現像してくれたの、嬉しい。飾ってね、じゃ。可愛かった、今日珍しくハーフツインだったの。あんまね、
通常都会でほんとハーフツインしたことほぼないから、今日はハーフツインな日でした。お洋服もっと映ればよかったんだけど、あんま映んなかった思ったよりも。じゃあねえ、嬉しい、たくさん報告してくれて嬉しかったよ、ありがとう。言葉を失った、本当にやった、もっとか、もっともう言葉出なくなっちゃうぐらい可愛くなの。ねえ、いつもより話した、確かに、ありがとう。また話しに来て、約束ね。ありがとう、しほん、ありがとう、ありがとうわ、ありがとう。これ以上任して、よいしょ、ちょっと足の爪を切ってもいいですか、割れちゃった。痛いな、本気で。足のさ、サイズがさ、あれ、ナッツも投げた、ごめん、見逃してた、めっちゃ足の爪切ってる、ちょっと待って、足の爪がさ、カーペットに引っかかって割れちゃった。でももともと靴で割れてた、この前のノイミー会でめっちゃ爪がボロボロ、靴によってヒールで足が、普通に足のサイズが大きいからさ、爪すぐ結構頻繁に切っててもすぐ割れちゃうんで、修復完了。ごめんね、お待たせ、足の爪回復した、ナッツありがとう、ありがとう、え、こちらこそ、いつも絵見せに来てくれるのめっちゃ嬉しい、対面で描いたよって可愛く描いてくれてありがとう。ダイナー衣装のハンさんめっちゃ可愛かった、嬉しかった、保存しました、いつもありがとうね、嬉しいだよ。マジで上手、おう、本当に絵が美化して描いてくれてありがとう。嬉しい、本当にいつも可愛い、その持ってる絵ちょうだいって思うもん、それちょうだいって思う。ナッツにはあんな可愛く写ってるの嬉しいんだけど、よかった、可愛く写ってて、嬉しい、ありがとうね、いつも描いてくれて愛をたくさん感じるの、対面でもね、会いに来てくれてナッツってなる、もうだいぶ経ったもんね、初めて来てくれて、怒られたの？ち
しょうがないじゃんね、土日だもんね、イベントあるもんね。じゃあちょっと花も我慢したく、次会えるの楽しみに。チクチクされた、ありがとう、会いに来てくれて。いつも1年嬉しい、いっぱい好きって言ってくれて。ショールーム待ってるよ、なるべく行けるようにするね。ありがとうなあちゅー、ありがとう、ありがたわだよ、ありがとう、嬉しい。ありがとう、花も大好きだから両思い。わ、トロロが来た。前髪ちょい伸ばし中の。よいしょ、じゃあ誕生日読もうかな、10分ぐらい経ったので。じゃあ13位からいきます。13位トーマスありがとう、12位ノッティありがとう、11位キッシュありがとう、10位クリちゃんありがとう、9位コウスケありがとう、8位モグッチョありがとう、7位ピピマルありがとう、6位ナッツありがとう、5位キツネありがとう、4位シオンありがとう、3位カズキありがとう、2位カちゃんありがとう、1位はコイチありがとう。みんな今日も一日ありがとう、たくさんお話してきてとっても嬉しかったです。ありがとね、配信もできてよかった。またね、おやすみ。